ごきげんよう。ハローテニスファン、片山商売。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時間がすごい、時間があったから。止めてた今、止めた。いいんじゃないですか。あれ、福岡出身ということで。そうですね。福岡県大川出身。はい、柳川市ではないですね。柳川市の隣ですね。隣なんですね。柳川市の隣、はい。それは中学から、あれ、留場？違います。まだ別のところにいて。中学1年生ぐらいから、柳川高校の練習には参加させてもらってて、あ、そうなんだ、はい、もうそういう時ってあれもう柳川に入る前提で行ってる の, あの、まあ、僕はもうそうですね。僕はもう入りたかったですね。あ、入りたかったんだ、はいはい、中学の時はその全国大会ではもう優勝してたの？いや、ベスト16とか全中16とか。あ、じゃあ別にトップジュニアでは で、ね、なかったです、ね、なかったの、はい、だって同年代ね、錦織、錦織、あ、はい、そうか、そうか、圭選手が、やっぱもう錦織圭ってすごいなっていう感じ。いや、なんかもう決勝で、うん、多分遊んでましたね。全勝の決勝で。そうです、そう、僕もこの言い方するんですよ。で全国大会でそう、うん、遊んでたの、うん、多分あれは遊んでました、ね、そう、相手がどうこうとかじゃなくて、うん、もう楽しそうにテニスして、うんうん、はい、あ、相手後ろいるね、うん、はい、ドロップでみたいな、なんかそういう、はい、異次元な感じだね。そ、うん、まあ、その後あの早稲田大学に進学して、はい、王座、はい、負けなし、王座プロも負けなし。いやいやいや、僕はもう大した時代が違います、ね。いや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 、四連覇ですね。四連覇同士。はい、ゼロです。大学行ってませんから。まあ今回全日本でちょっといろいろサポートさせていただいて、頑張っていこうと思うんですけれども。まあ、ちょっとフォアとバックをいろいろ聞いていこうかなと。そうですね、はい、まあ、あの多分ベーシックな、ね、ストロークの部分にはなると思うんですけど、はい、あの片山選手はストローク、まあ、結構ネットもで最近出るなっていう印象は僕はありますね。そうそう、全日本タイトル持ってますし、はい、まあ、オールラウンドプレーヤーですよね、はい、やっぱりね、何でもできる。そう思ってますけど、どうですか高尾さんが。そういうのであればそうだと思います。プライドを持てる。はい、じゃあちょっとフォアからまずね、フォアハンドからいきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっとあのグリップの方からいきましょうか、はい、ちょっとグリップをあの見せていただいて、握りは今風。いや、今そんなでもないか。あ、え、そういえばさ、昔もっと薄かったんだっけ。違う、どっちだったっけ。昔暑かったです。もっと暑かったんだっけ、はい、あのこっちか。小学生の時。小学生の時結構暑かったです。あ、今こういうジュニアやっぱたくさんいて、うん、直すじゃない、うん、まあ最初の入りとしては多分こうやって入るからみんな多分こうなっちゃっちゃうんだけど、うん、やっぱちょっとだんだん薄くなってくるね、うん、もうちょっとスピード出したいと思った。これなんかきっかけあるんですか、少し薄くしたっていうのは。きっかけは身長も上がっていくにつれて、うん、逆になんか力が入りづらくなってきたんですよね。熱いと自分の中で、うん、昔はちっちゃいからなんかこういうとことかも、はい、そうですね、高いところね、打たなきゃいけないから、うん、もうなんか薄くても叩けるなと思ったんで、うん、だんだん薄くなってって感じですね、うん、それはもう高校生ぐらいの時にこれぐらいになったところ。いや、高校の時はもうちょっとこんぐらいでしたね。暑かった、はい、大学ぐらいからちょっと薄くなったかなって感じです。結構ね、フラットドライブのボールだからね、はい、あの、まあ、グリップが厚いからスピンかけるとか薄いからかけないじゃないからね、うん、あの、ある程度厚く持ってても当て方によってね、厚さ、自分が一番こう打ってて、うわ、うん、しっくりくるなっていう握り方がやっぱ一番ね、うん、いいですよね、はい、徐々にこう変えながら多分今のグリップになってるんでしょうね、うん、ちょっとね打ちながらちょっとね、はい、いろいろ聞いていきましょう、はい、ではフォアハンドで、あのコースはお任せします、ラスト2球いきましょう。ラスト、うん、しょ。僕ね、片山選手のここのね、空間が好きなんですよ。ちょっと ね、マニアックすぎる。まあでもすごい小さくというかね、構えた時にこうここにある空間がボールとの距離感がすごくいい。ったりすよ、ね、ちょっと遠目に意識してると僕は思うんですよ。遠目っていうのはその
遠いっていうことじゃなくて、ちゃんとここでスイングが右側で行われるように意識してるイメージはない。でもすごいシンプルに打つなっていうイメージは昔からあんまフォーム変わってないよね。いやいや、でも大学の時とかなんかいじったりしてましたね。この上に引いたりなんかいろいろやってましたけど、それがあんまなんかよくないのは分かってたんですけど、なんかなかなかその変えるタイミングもなかったんで、グリップ変えてから変わっちゃうっていうのもあるのかな。だもうちょっと癖みたいなとこもあったかもしれないですね。あ、そう。なんかでもなんかこれプロになった時にやっぱこの大きいとやっぱり遅れたりするし、はい、間に合わない、うん、そういうのでだからだんだんこの無駄がなくなったというか、はい、そんな感じだと思います。スイングでこう気をつけてることとか自分で一番注意してるところってあります？やっぱ打点をちょっと前すぎないようにはしてますね。あ、なるほど。このここも前なんですけど、うん、じゃあどこが前かっていう話で。そうですね。でここも前なんですけど、僕は大体この辺で打つようにはしてます、ね、ちょっと肘が曲がってるぐらいがちょうどいいのかな。当たる瞬間がこうじゃなくてね。そう、なんかここで打っちゃうとなんかボールが抜けやすいというか、うん、コントロールしにくくなる。引っかかっちゃう。でこっちの方がちょっとボールが収まる感じがするんで、潰れる感じがするのかな。そうですね。ちょっとなんか感覚的に食い込まれるじゃないけど、うん、あまりねこう、うん、すごい前でなんか気持ちよく打つよりはちょっとボール向こうからの勢いにグッと押されるぐらいを押し返すぐらいの方が多分いいんだろうね、うんうん、あのこのスタンスはどうなんですか。どういうのが自分の中で一番こう心地いいっていうのはあります？一番はやっぱこの、うん、クローズクローズっていうんですか、この前向こう向いて踏み込んで、うん、踏み込んで打つのがやっぱり一番しっくりきますね、うん、しっくりくる、うん、踏み込み踏み込んで、うん、オープンスタンスではない。オープンじゃないですね。踏み込んだ方が、あ、でもやっぱり踏み込んでるイメージが強いかも、うんうんうん、まあ、あんまりねスピンをかけるというよりはね、今もそうだったけどこうどちらかというと厚く捉えるという感じなんですね、ですね、うん、なんかこう一般の方ってやっぱり力むとなるじゃない、はい、綺麗に回るよね、くるっと、うん、なんかこう力みが、ね、頭が動かないで、うん、この回転だけで打ってる感じがするんで、うん、すごいこう回転がスムーズにいってるな。なんかね見てるとね、この横の回転が非常に綺麗で、あまりこう上げるっていう、まあボールがね例えば低かったりしたらやったりするんだろう、うん、基本やっぱりちょっとこうレベルスイングっていうのかな、うんうんうん、すごいこれが、いつもどうだろう、ベースラインからそんな下がらないじゃない、はい、下がっても一歩どうでしょう、二歩ぐらいか、これぐらい下がってもでもこれぐらい下がってもこれぐらいですかね、うん、まあ、ちょっともしコートがねこれ以上跳ねるようになると、うん、多少ちょっとこっちに行ってもいいのかなっていう感じはしますけど、あんまりそこは昔から変えてないようにはしてますね、うん、ちょっと小さい時にね、僕らも高校の時下がるなとか言われてたんだけど、言われてました、ね、言われてたよね、父親に言われてました、なんか下がんなっても、うん、真横に動けみたいな。じゃあ小さい頃お父さんがコーチだったんですね。そうですね、はい、そうです、中学1年途中ぐらいまでですかね、まあ、厳しい、まあ、厳しいお父さんだったということで、まあ、それだけ、まあ、でもそういうね教えをやっていくことによってね、多分このストロークが出来上がっていったっていうのは絶対あるんで、うん、なるほど。まあ、ちょっとあの片山選手やっぱりこのフォアハンドのちょっと打ち込みなんかあのこの辺りでちょっと、はい、あのちょっと何球か続けて、前続けて、日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。そんなに高くなくて大丈夫です、はい、お願いします、うん、このね、いや、まあ、予測もいいよね、よいしょ、おー、ラスト3球いきましょう、おータイミングもいい、おー、ラスト、これだけ打てたら気持ちいいよね。気持ちいい。気持ちいいよね。やっぱどちらかというとフォアのがこの決めたいっていうのは試合の中で。そうですね。フォアだと自分で思ってるんですけど、うん、でもたまになんか、うん、バックがいいよねとも言われます。まあそれはあれでしょう。あの使い方が違うからね。バックとフォア。最終的にフォアで回り込んでる回数の方が、そうですね。うん、ね、試合見てると良さ。はい、自分のこう展開になってるのかなっていう感じがするけど、この力の感覚とかっていうのはどうですか。もう結構、まあ、見てるとボールが速いからこう、まあ、ボール出しのボールとはいえいいタイミングで打てればいくっていうのは分かってるけど、どのぐらいの感覚なんですか、この腕の
腕の感覚っていうの、力力感的な、何割ぐらいで今の打ってんの、今のだったら。でも7割8割ぐらいですね。7割ぐらいかな。あれ以上は出さないよね。出さないですね、うん、暴れちゃいますボールが、うん、力みに変わってっちゃうってことよね、うん、だあれぐらいがちょうどいい、うん、いいぐらい、はい、でも、ね、後ろから見てると出力がすごいんで、やっぱり7割ぐらいと思っててももうちょっと入っちゃったりね、まあ、試合の時はね、あのフットワークとか相手のボールの勢いとかにもよるからね、うんうん、力む時はある、こうやって試合でやっぱり当然あるんだろうと思うけど、あ、やっぱ緊張した時とか、うん、緊張したポイントとか結構、うん、もう分かりますね自分で、もう力んで打つとやっぱボールもいかないから、うん、力入ってんなと思って。どんな練習をやってた、そのフォアハンドに関しては、まあ高校大学社会人になって一番やってた練習とか、子供の頃にこう、やっぱその父親とやった時はやっぱ球出しメインでしたね。球出しメイン、ラケット出しで、ラケット出しでもひたすら、うん、形を作る、そうですね、まあ普通の球出しだったりちょっと早めのスピン系のボールを打つとか、うん、あえてスピンのボールを、でもとにかく、うん、なんていうんですかね、この合わせるんじゃなくて、うん、でこのちゃんとどんなボールでもスイングしろって言われました、ね、うん、スイング、うん、繋げるとかじゃなくてスイングしていけって、そうですね、なるほど。で柳川に練習行き始めて、なんていうの、その 2-1 だったり、うん、あのクロスクロスストレートとか、ね、はい、そういうドリル系をやるようになって、うん、そういう練習本当したことなかったんで、あ、そう、ボール出しが多かったんだ、もう球出しばっかだったんで、うん、そう、だから最初はちょっとなんかぎこちない感じに なってたんですよ、動き方も分かんないし、なるほどね、でも対人とやってなかったってことね、あんまりね、試合以外はそれで全国行ってんだからさ、すごいよね、でもそれだけ打ってきたんだよね、うん、うん、じゃあ基礎ができて、まあ、柳川行って そ、ね、そのラリー系の練習が増えてきて、実際が増えてきて、うん、練習試合も全然やってこなかったから、はい、人とこのラリーするのがちょっと最初に苦手で、テニスにとって困るよね、リズム合わないというか、そういう感覚でした。もう下手したら1球目からバゴン打っちゃうよとか、そういう感じだろうね。でもね、いろんなあのこの感覚的なところももちろんあの大事に、ね、してるのはあるので、いや本当あのいろいろ参考には、はい、ね、ちょっとしていただいて、はい、いうことで、ちょっと皆さんもぜひ、はい、動画を見て練習やってみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。関口プロと片山プロも出場する全日本テニス選手権大会がここ有明テニスの森で10月25日から11月5日まで開催されます。予選から11月2日までは完全無料です。最後の3日間は概要欄にチケット情報があるのでチェックしてください。私も大会期間ずっといます。スタテニメンバーも毎日有明にいます。皆さん会いに来てください。